長嶋義雄は日本のコントラバス奏者。東京都杉並区阿佐ヶ谷生まれ。2015年3月まで東京芸術大学教授を務め、長嶋の助教授時代及び教授時代の通算25年間における同大学出身のコントラバス奏者はほとんどが弟子にあたる。東京芸術大学卒業。在学中にアタケ賞を受ける。27歳の時より母校東京芸術大学で後進の指導を始める。ソロ、室内楽奏者としてリサイタル、オーケストラとの共演、室内楽、放送、TV などに数多く出演する。また、現代音楽にも積極的に取り組み、法人作品の初演なども数多く行い1986年に第4回中島健三音楽賞を受ける。これまでに万島国際、泉の森国際、ボッテジーニ国際、宝塚ベガ、栃木コンセールマロニエ、秋吉台、等の国内外のコンクールの審査員も務める。また、中国、韓国、イギリスにてマスタークラスを行う。2008年パリで開催されたコントラバス連盟世界大会に招待されリサイタルを行う。沖縄県立芸術大学客員教授、東京音楽大学講師、中国音楽学院、信用音楽学院各客員教授、東京芸術大学名誉教授。ありがとうございます。